3分2ラウンド、今度はキックボクシングでの戦いになります。まずは、赤コーナー、涼雅選手からお願いします。クリアしました。そのままポーズをお願いします。正面を向いてください。クリアしました。そのままポーズをお願いします。じゃあフェイスオフです。近づいていた吉田選手、止めてください。少しヒートアップしそうになりましたが、明日本番です。明日の試合まで待ちましょう。ではですね、吉田選手からまずコメントお願いします。ちょっと舐められてるんで、明日ちょっと強烈な打撃をぶち込めるのが楽しみになってきました。まあ、明日出てボコボコにして KO するんで楽しみにしてください。お願いします。涼雅選手お願いします。普通に勝ちます。で、人間的に僕の方が全然強いと思ってるんで、プロとかアマとかじゃなくて人間的に強いっていうことを僕が明日見せつけます。こちら、豊木 VS ハルゴング成り上がり60キロ契約の戦いです。3分2ラウンド、キックボクシングルールになります。まずは豊木選手からお願いします。クリアしました。クリアしました。そのままポーズお願いします。じゃあフェイスオフです。気をつけてください。今まだ戦う場所ではありません。ではコメントお願いします。まずハルゴング選手からお願いします。なんかちょっと先立ってますんで、まあ、成り上がりの、まあ、ボリューム1からのあれでいろいろ見させてもらってるんですけど、いろいろね、周りが体が悪いなと思うんですよ。それですごいちょっとこっちも煽られてて、まあ、明日が楽しみじゃないです。ディープ対成り上がりの、対抗戦なんですけど、成り上がり同士の戦いということで、トップバッターですが、気持ちは4番バッターの気持ちでいきなりホームランかっ飛ばして最高の KO を見せるんで、皆様応援お願いします。あ、言い忘れました、吉本興業で芸人やらせてもらってます、ハルコムです。お願いします。はい、ありがとうございました。続いて豊木選手お願いします。成り上がりから来ました、朝倉豊木です。まだこいつまだおもんないこと言ってるんでね、まだ もっとおもろいネタ仕込んでくるんかな思ったんですけど、相変わらずおもんない、まあ、ベンツのマーク入ったパンツまた履いてきとったんで、ちょっとパンツの1個でも買ってきて持ってきたろう思って用意しとったんですけど、まあ、なんかもうパチキちょっとしただけでなんか泳いでもうてるやつなんで、まあもうそこ知れとんな思ってるんで、まあ、明日まあ全体の試合全体の1試合目なんで、僕はそれの意味をいいように捉えて、試合全体の会場を沸かす試合を1試合目から見して会場の空気作って、そしたら他の選手がもっともっと熱い試合してくれると思うんで、まず1試合目僕らの試合注目しとってください。お願いします。はい、ありがとうございました。この両者の戦いで幕を開けることになりました。その対抗戦です。ありがとうございました。